まあ今日はあの不塩式とのチャネルリングっていうね一つのテーマがあるのでまず一つのポイントとしては全体の目的のために自分が知ることは何なのかっていうマインド言葉で出す必要は必ずしもあるかどうかは別なんですけども私たちが何を理解する必要があるかというと私たちはある意味では子に見えるだけであって本当はそれ幻想なんだということですね本当は全体で動いてるだから全体の目的に沿うものについては もう全面的なサポートが入るんだっていう理解をまずしておくということですね。あとね、全体の利益って、じゃあ、田久保さん、全体の利益、どうやって考えてるんですかってね、質問もたまにあるんですけど。 私もね、正直言って分かんないです。世界人類のためにって言ってもね、世界って裏側もあるしね、ブラジルまで行って見に行くわけにいかないし、インターネットで調べるって言ってもその情報が正しいかどうかも分かんないし、そもそも日本の報道すらも本当のこと言ってるかどうかも、どうも疑わしいようなことがある中で、真理を知ること、世界を知ること、世界の中で全体の中で全体にとって最もいいことは何なのか、全体の利益って何なのかなんて、その具体的なことは分からないです。全体が良くなればいいなっていう気持ちは分かりますよ。全体が なればいいいっていう気持ちは常にありますでも、じゃあ全体のために何が大事なのかということは分かんないんですよ。私たちの視点では。でも、分かるんです。それは何か。目の前のことでいいんです。目の前イコール全体です。全体の中のあなたが今担当してる場所が全体の窓口なんです。 だから私たちはもうどんな大きな仕事でも窓口に行かなきゃいけない。じゃあ私たちの窓口はどこにあるかというと私たちの日常生活。つまり今日目の前の人、こと、もの。イコール世界だっていうことなんですね。だから世界って言ったら物理的にね、どうしてもこの飛行機に乗って行かなければ見えないようなところまで把握しなきゃいけないんじゃないかっていう、どうしても発想になっちゃうので、世界のためって言ってもピンときませんってなっちゃうんですけど、私の捉える世界は目の前のことです。これは神が すべての存在をちゃんと完璧に再配して、宅母だったら、今の地球の、この21世紀初頭の地球のですね、今日であれば2021年6月9日に東京の練馬区の私のこの CT ピーク本社のパソコンの前で、今ここで今日お集まりいただいたご縁のある方に、今日、今最も大事だと思うことを自分のより深い信用からお伝えしなさい。これが私にとっての世界のためなんです。だから、 何も迷わなくていいいんですいやこれやっててもいいのかなでもあのなんかコロナ対策がとかいやオリンピック開催とかも考えなきゃいけないんじゃないかみたいないやそれはちゃんとそれをやってる人にもうある意味委ねればいいんですねそして自分の世界は今日ここに与えられたことに対して自分ができる最大限の表現をそこに対してね心込めてやっていく。 だから、全体の利益のことを考えてなかったっていうふうに、過去のことで気づくことはすごく大事なんですけど、あ、すごく自分のことばっかりだったなっていうふうにね、いい意味で、今後に生かす意味で反省する分ですごくいいです。でも、世界のためって何なのかしらって迷った時は、今のことをね、ぜひ参考にしていただきたいと思います。あ、つまり目の前のことでいいんだなと。で、究極自分が沈んでる時は自分をまず立て直すことでいいですよね。それがまず一番大事ですよね。だから自分が一番、今、 したいこと甘いもの食べたかったら甘いもの食べてもいいし昼寝したかったらそれが許されるんであればね昼寝してでもいいしな,なんか楽しいドラマなり本を読むということから始めてもいいですよね。でそうやって少しでも自分を和らげて自分が少しでも幸せな波動になれば普遍式がそこに共鳴する自らの内側から光がふーっとともってきてそして自分が光になって初めて自分の外側今いる場所に少しずつ光が灯るんですよね。 だから逆もまたあるんですけどあの目の前のそうは言っても今日仕事に行かなきゃいけないっていうものすごく重い気持ちと体を引きずるようにしていってでも目の前のお客様に対して少しでもやっぱりお客様の前でぶちをずらするわけにいかないからね笑顔で接してたらその状況によって自分の内側が整ってって 不変式と共鳴するっていうこともある。だから逆もまたあるんですけども、もし自分が一人でいて、しかも今日体が重い、心が重いって時は、自分の好きなことから始めるっていう,いうかね。それも実は世界のため。だから今日私は世界のためじゃなくて私だけのためのことやってたじゃなくて私が世界。ね。その、そういう意味である。 だから常にそういう意味では自分の足元から世界が広が広ってていいいくっっううねそういった捉え方をしていただければそんなにね世界のためと言われてもみたいな「あの世界人類は平和でありますように」ってあのマントラね本当に素晴らしいんですけどその辺が捉え違いされてる方はいや世界って言っても俺の生活すら 幸せじゃないのに世界のことなんか祈れるかっていうちょっと曲がった反応をしてしまう人がいるんですよね。だからそうじゃなくて、まず自分のことを思うことが世界人類が平和の出発点なんだよっていう理解すると、多くの方がね、あの素晴らしいマントラに対する理解をね、深めていただけるのかなっていうふうにも思ってますよね。だから全体の利益イコール自分の利益。ね、ただ、その時にね、どちらかというと誰かの権利を阻害して自分が利益を得るとかね。 そういう明らさまな分離というものは、これはもう誰でも考えればわかるんですけど、ただね、ビジネスの世界っていうのはね、意外とその辺が、むしろそれが正義的な時代が結構長かったので、今そういう海がどんどんね、あの社会に出てきてるっていう側面はありますよね。うん。なので、もう、それこそあの、ネガティブキャンペーンっていうのはね、もう今一大お掃除が多分来る、まあ、来てるんだろうし、来るでしょうね。いわゆる誰かを貶めることによって自分が優位に立つなんていう、あの、明らかな 自然法則から反しているものは大きな反動を迎えると思いますよね。うん、でもそういう風うな、まあ、文化が続いてきたっていうのもあるので、そういう表現やそういうやり方をしている人たちを否定しなくてもいいです。あ、そういう一つの文化だったんだなと。 だから、あの、最新式のアメリカのネガティブキャンペーンマーケティングなんていうのはね、一時真似,真似しなくていいわけですよ。ただ、そういうふうにやってる人たちは、ちゃんと叱るべき、その人たちが、ちゃんとそうやってきたこととその反動を通して学ぶべきことを学んで、そして、最終的に調和の方向に行くんだろうなと。で、私たちはそういうあり方に対して、一つのね、むしろそれを見て自分のあり方、まさに人の振り見た我が振り直せ的にね、受け止めたらいいのかなっていうふうにも捉えてますよね。